世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのリリーです。皆さんは好きな居酒屋のメニューはありますか？枝豆やだし巻き卵、唐揚げなど魅力的なメニューがたくさんありますが、そんな数ある料理の中でも焼き鳥が好きな方は多いそう。暑い夏には焼き鳥と冷たいビールの組み合わせは相性抜群で、さらに甘辛いタレは大人だけでなく子供にも人気の食べ物です。このように日本では子供から大人まで幅広く愛されている焼き鳥ですが、外国人からはどのように評価されているかご存知ですか？今回は日本で焼き鳥を食べた外国人の男の子に関するエピソードと、それに対する海外の人々の反応をご紹介していきます。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは早速、ある日本人男性が体験したエピソードを見てみましょう。僕は東京の築地に住んでいるサラリーマン。毎朝市場で朝食を食べてから仕事に行ってるけど、築地って海外からの観光客もかなり多いんだよね。今朝も馴染みのお店に行ったけど、ちょっと今日は奮発しようかなと思って1500円の海鮮丼を頼んで待っていたら、小学校低学年くらいの男の子を2人連れた4人家族が来店した。英語で話していたから多分アメリカから来た家族かな。お客は僕1人だったし、自然と外国人家族の会話が聞こえてくるから、なんとなく料理を待ちながらその会話を聞いていた。その家族に対して店主が、生魚は食べられますか？と英語で確認して、刺し盛り定食と焼き鳥盛り合わせを進めてた。いいチョイスだね。料理が出る前におしんことお味噌汁が先に来ると、お兄ちゃんの方が、これは味噌スープ？と聞いていて、店主がそうだよと答えると、お兄ちゃんは味噌スープ大好きなんだよねと言って早速一口食べたんだ。すると目を大きく見開いて、デリシャスと言うから僕はちょっとびっくりした。実は味噌汁って外国人にとってはちょっと食べ慣れない味らしいんだよね。正直味噌の味は好き嫌いが分かれるんじゃないかな。子供なのに味噌汁の良さが分かるなんて、もしかしたら観光客じゃなくて日本に住んでいる家族なのかもしれないね。次に5種類乗ったお刺身の盛り合わせが登場。お父さんは油がたっぷり乗った寒ぶりをわさび醤油につけてパクッと口に運んで、その後すかさずご飯も食べる姿を見て、僕と店主は2人して、おお、相当慣れてるねと思わずニコニコしちゃったよ。アメリカ人って刺身とかおかずだけを先に食べて後からご飯だけを食べる人がほとんどだから、日本人みたいな食べ方だなって思ってね。お父さんはお兄ちゃんみたいな大きなリアクションはないものの、目を大きく見開いてうんうんとうなずきながら刺身を味わっていた。そして最後に出てきたのが焼き鳥盛り合わせ。この店の焼き鳥は炭火焼きでパリッと仕上がってて絶品なんだ。焼き鳥に最初に手をつけたのがお兄ちゃん。肉を串から全部抜いてご飯の上にのせ、早速もぐもぐ。さっきの味噌汁のリアクションを見たから、今度はどんな反応をするかちょっとワクワクしちゃったよ。味噌汁であの反応ならきっと大騒ぎに間違いないだろうなんて期待したけど、予想に反しため息を一つ。その後にオーマイガーとつぶやいて、しばらく放心状態だったお兄ちゃん。期待以上の反応に思わず店主と顔を見合わせちゃったよ。わかるよ、想像以上の出来事に遭遇すると人は言葉を失うよね。お兄ちゃんは1分ほど放心した後、弟に早口でいかにこの焼き鳥が美味しいかを僕が聞き取れないぐらいの早口で喋っていたけど、残念ながら僕はこの段階で仕事に行く時間になってしまってタイムオーバー。いいリアクションをするお兄ちゃんだったからもっと見ていたかったけどね。でも今から日本食の美味しさがわかるなんて将来有望だね。以上がある日本人男性のエピソードでした。お兄ちゃんはよっぽど焼き鳥が美味しかったのか、あまりの素直で新鮮な反応に微笑ましい気持ちになりますね。こちらのエピソードには海外から様々なコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介します。
反応。この家族がこの後どんな会話をしていたか気になるね。そしてそれ以上にこの店行きたい。それより毎日築地で朝ごはんを食べる生活が羨ましすぎる。この彼は世界中のどんな場所よりも魅力的な場所に住んでいるね。僕もチキン大好きだから日本に行ったら築地に行ってみるよ。日本人ほどチキンの調理方法が上手な人たちはいないと思うよ。焼き鳥って食べたことがないのだけど、こんなに感動するなんて、一体どんな食べ物でどんな味がするのかしら。鶏の串料理で基本的には味付けに岩塩がよく使われてるよ。日本食ってのは料理をシンプルにするのが好まれてるからね。もしくは日本人が使う甘じょっぱいタレっていうソースも人気だね。そうなんだ、タレって気になるわ。なんだか美味しそうだし、串に刺さってるのも食べるのが楽しそう。前にミシュランの調査員がテレビで言ってたけど、日本で一番すごい飲食店は焼き鳥屋らしいよ。僕も食べてみたくなったな。僕も日本で焼き鳥を食べたけど、こんな美味しいチキンはこれまで食べたことがないって思った。これなら10人前ぐらいペロリと食べられるね。私も焼き鳥を食べてチキンの皮がこんなに美味しくて、こんなに柔らかいものなんだということを知ったわ。チキンがもっと大きく品種改良してくれたら、もっとたくさんの皮を味わえるのに、とすら思う。日本で食べた焼き鳥は1本が300円ぐらいだったから、すごくリーズナブルに感じたし、焼き鳥は串1本に3つくらいの肉が刺さっていて、シェアすることも可能だから、みんなで分け合っていろんな味を楽しむこともできるわけだ。美味しいものを安く食べられるなんて、やっぱり日本は羨ましいよ。この男の子の気持ちわかるよ。美味しい焼き鳥は口の中が天国みたいになるよね。チキンも美味しいけど、トマトを焼いたやつも美味しかったな。焼き鳥って鶏のことじゃないの？野菜もあるのかしら。鶏肉は焼き鳥のメインではあるけど、野菜やキノコ、他の肉の串刺しも食べられるんだよ。私はつくねが大好き。付け合わせの生卵をつけたらさらにマイルドになって美味しかった。この組み合わせを考えた人は天才。甘いタレが絡んだつくねはめちゃくちゃ美味しいよね。アイルランドには鶏のひき肉を使った料理自体あまりないから、食べた時は驚いたな。ニュージーランドでは皮や軟骨の部分はほとんど食べないし、なんならゴミ扱いだから、日本に来て初めて鶏皮の焼き鳥を食べて感動した。食感が楽しいし、こってり甘だれとの相性が最高。焼き鳥って材料だけなら世界のどこでも手に入るのに、なんで日本の焼き鳥ってあんなに特別なんだろうね。僕は仲のいい友人と共にうまい焼き鳥を食べて、大きなジョッキに入った日本のビールを飲めばたちまちハッピーになれるよ。楽しかった東京の夜を思い出すな。以上が海外の人々の反応でした。思いのほか、焼き鳥ファンが世界中にいることに驚きますね。また、日本の焼き鳥のように鳥の様々な部位を食べることは世界的には珍しいようで、日本で食べてみたら美味しかったという声も多かったですね。日本で有名な串料理は焼き鳥ですが、同じように世界にも串料理はいろいろありますので、ここからは世界の串料理を3つご紹介します。インドネシアのサテ。サテはインドネシアをはじめマレーシアやシンガポール、フィリピンにタイなど、東南アジアの国々で食べられている串焼き料理で、鶏肉に限らず豚肉や羊肉など様々な肉を使います。味付けは香辛料が効いたタレを使用し、ピーナッツソースなどをつけて食べるのが特徴で、甘さとスパイシーさのコンビネーションは和食にはない独特の味わいだそう。香辛料入りのタレに漬け込むのは日持ちをするようにとの知恵だそうで、暑い国ならではのアイデアですね。そもそもサテはインドネシアのジャワ島でアラビア移民の料理を改良したのが発祥と言われ、その後東南アジアの国々へ広まりました。地方により数々のバリエーションがありますが、特にバリでは神様へのお供え物や
お祭りの際にも用意される特別な料理でもあるようです。トルコのシシケバブ。シシケバブは中東の国々で食べられている肉料理のことで、シシは串という意味です。その名の通り、串にケバブを刺した料理で、塩コショウのみのシンプルな味付けが王道ですが、ニンニクやスパイスなどで下味をつけてから焼くこともあります。牛肉、鶏肉など、様々な肉の種類のシシケバブがありますが、イスラム圏では主に羊肉を使うことが多いようです。発祥はトルコとされていますが、そんなトルコでは家庭料理というよりは、レストランやバーベキューなどで野菜や薄焼きパンと一緒に食べることが多いそう。ペルーのアンティクーチョ。南米大陸で人気のアンティクーチョは、数センチ角に切り分けた肉類を唐辛子、ニンニク、クミン、ワインなどで作ったタレに数時間漬け込み、それを5、6個ずつ串に刺したものを炭火で焼く料理です。使われる肉で最も一般的なのは牛のハツで、そのルーツはスペイン人が新大陸に牛やニンニクを持ち込んだ16世紀前半頃に遡ります。この時代のスペイン人たちは、牛の枝肉部分は自分たちで消費し、内臓部分は破棄するか、アフリカから連れてきた黒人奴隷たちに食料として分け与えていたそう。貴重なタンパク源である牛の内臓部分、特に大きな心臓をどうやったら美味しく食べられるかを奴隷たちは考え、様々な工夫を凝らしたのでしょう。現在のアンティクーチョも当時の奴隷たちによって生み出されたレシピから味付けは今もほとんど変わっていません。世界の串料理を3つご紹介しましたが、その地域ごとの好みや歴史によって様々な串料理が生まれたことが分かりましたね。機会があれば世界の串料理も試してみてください。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。世界の串料理、とっても美味しそうでしたよね。シシケバブは食べたことがあるのですが、あとの2つはまだないので、ぜひ挑戦してみたいと思います。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしております。